令和元年12月21日、阿蘇市内の牧の農村環境改善センターで、子どもプログラミング教室と1日だけの子ども食堂が開催されました。はじめに、主催者の一般財団法人阿蘇テレワークセンターの松尾紀子次長が、来年度から小学校でプログラミングの授業が必須となることに触れ、目的を立て、それを達成するために理論立てて考える力、プログラミング的思考を料理を通じて身につけてもらいたいと話しました。今回参加したのは、阿蘇市の年長園児から小学6年生までの19人で、5つの班に分かれ、用意された食材からメニューを決め、実際に調理をしていきます。まず、阿蘇テレワークセンターのインストラクターから、野菜の特徴などについての説明があり、それぞれの班で話し合ってメニューを決め、それに必要な手順を書き出して担当を決めました。野菜は地元阿蘇中央高校の生徒が育てたもので、白菜や里芋、またロマネスコなどの珍しい野菜も並べられていました。また、ボランティアで阿蘇中央高校の生徒6人が参加、子どもたちのアシスタントを務めました。子どもたちは、それぞれに必要な野菜や調味料を手に取ると、早速調理に取り掛かり、料理をするのが初めての子もいましたが、上手に包丁を使って野菜を切っていました。メニューは、カレーやシチュー、かぼちゃを使ったホットケーキなどで、中にはドーナツを手で上手に形作った男の子もいました。自分たちで材料から選んで作った料理は大変美味しかったようで、おかわりをする子もいました。今日は料理をみんなでしたから楽しかったです。